UFO だ。ニュースです。子供が UFO にさらわれたとの情報が。次の日、あ、ヤモリだ。捕まえて買おう。ただいま、お帰りなさい。なにこれ、ヤモリ捕まえたから買おうかなって。数日後、たけし、ヤモリの部屋うんちだらけじゃない。ちゃんとお世話して。はーい。あと、ちゃんと餌とかお水あげなさいよ。はーい。あんた何あげてるの。お菓子食べるかなって。食べるわけないでしょ、ヤモリは肉食なのよ。コオロギ捕まえてきなさい。はーい。コオロギなんていないよな。あ、ヤモリだ。また捕まえた。数日後、たけし、何これ、ヤモリ増えてるじゃないの。たくさん捕まえたんだ。俺ヤモリ捕まえる名人なんだ。何言ってんの。捕まえてもお世話してないからみんな死んじゃってるじゃないの。ああ、捕まえるのは楽しいんだけど、お世話がめんどくさくてすぐ死ぬんだよな。あ、またヤモリ見つけた。捕まえちゃえ。あれれ、体が勝手に。ここはどこ。人が倒れてる。また人間捕まえたの。捕まえるのは楽しいんだけどすぐ死ぬんだよな。お薬症状。おばあちゃん風邪治ったよ。よかったね。おばあちゃんが言うように、おばあちゃんの畑で採れたお野菜食べて体温めてよく寝たら治った。そうかそうか、病気はメッセージじゃよ。自分の心や体の声をよく聞いてあげれば何でも自分で治せるんじゃ。わかった、おばあちゃんありがとう。数年後、あ、お腹痛い、先生お薬ください。はい、お薬ね。パク。あ、頭痛い、先生お薬ください。はい、お薬ね。パク。気持ちが落ち込んで、はい、お薬ね。パク。眠れない、お薬ね。パク。まるちゃん、最近お薬飲みすぎじゃないかい。うるさいな。おばあちゃん薬出せるの。先生、最近なんだかお薬が効かなくて。はい、それじゃあ量を増やしましょう。パク。先生、はい、それじゃあ量を増やしましょう。パク。はい、増やしましょう。パク。まるちゃん、ご飯よ。ご飯なんていらないわよ。お薬飲まなきゃ。お薬、お薬。あ、お薬が足りない。まるちゃんのお腹を開けてみると、プールでおしっこ少年。プール最高。なんかおしっこしたくなっちゃった。でもトイレ行くのめんどくさいな。あ、そうだ、キョロキョロシャー。ふう、すっきり。その夜、むにゃむにゃ、プールでおしっこするな。はっ、夢か。次の日、プール最高。たけし、トイレ行こうぜ。いいこと教えてやるよ。シャー。ふうすっきり。その夜、むにゃむにゃ、プールでおしっこするな。はっ、まただ。まさか。次の日、たけし、どこ行くんだよ。トイレに。そんなの行かなくていいだろな、みんな。みんなに教えてあげたぜ。え？シャー。プールやめろ。プールでおしっこするな。声でか少年。たけし、電車の中では静かにするのよ。うん、わかった。うるせえ。たけし、図書館では静かにするのよ。うん、わかった。うるせえ。たけし、
レストランでは、うん、わかった、うるせえ。たけしは声が少し大きすぎるから、もう少し小さな声で話せるようになった方がいいわね。うん、わかった。わかってない。ある日、遊ぼう遊ぼう、うるせえ、一人でちぎれ。トボトボ、ここどこだ。僕迷子かい。家まで送ってあげよう。子供は金になるんだよ。ここで静かに待ってな。わかったかい。うん、わかった。おい静かにしろよ。うん、わかった。警察だ。まずい。おい、絶対に声上げるんじゃないぞ。うん、わかった。子供の声がしました。ここにいるな。逮捕。キッキショー。たけし、心配したわ。知らない人についてっちゃダメよ。わかった？うん、わかった。うるさい。開けっぱなし少年。ただいま。たけし、また扉開いてるわよ。物騒でしょ。ちゃんと閉めなさい。はーい。あれ、お母さん、俺のプリン食べたでしょ。食べてないわよ。そんなことより、あなた、お部屋片付けなさい。はーい。あれ、部屋片付けたのにな。まあいいや、お菓子食べよう。あれ、お菓子なくなってる。お母さん絶対食べてる。っていうかプリンも。そうだ、次の日、隠しカメラを設置して行ってきます。ただいま。プリン、プリン。またプリンもお菓子もなくなってる。お母さんだな。そうだ、設置した監視カメラ見てみよう。あ、映った。え、知らない人。なんで、まさか。行ってきます。物騒でしょ。ちゃんと閉めなさい。何の音かしら。たけし帰ってきたの。え、お母さん。ただいま。え、まさか。みんな、家のドアの鍵はしっかり閉めた方がいいねばよー。